なんでカプコンがアメコミに足を踏み入れたのか。ビル内に彼の部屋がありましたからね。やつは勝手に自分の職種を変えたんです。毎週一冊ずつ翻訳するんですよ。翻訳して製本して社内で勝手に配るんですよ、みんなに。でみんなそれ読むわけですよ。マーベルが言ったのはお前らに任すって言ったんですよ。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本由紀です。今日もよろしくお願いします。いつもねいろんな話をさせてもらってますけど、チャンネル登録まだの方はぜひ、あとグッドボタンも押していただけるとやりがいが出てきてより頑張れるような気がしてます。おかげさまで5000人を突破しましてですね、次の目標は1万人とさせてもらってます。最終的なところは200万人ということで応援いただけたらなと思ってますんでよろしくお願いします。今日はですね、シェイキヤキトモパート2ということで、カプコンで怪人と言われるシェイキヤキトモ、キトモ克也という男を採用しましたみたいな話、前回ちょっとお話しさせていただいたんですけど、その後彼はどうなっていったのかみたいなね、やつはどんなやつになっていくんだ、僕が認める天才の一人ですから、その辺の話を聞いていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。なんでカプコンがアメコミに足を踏み入れたのかっていう話になるんですけど、アメコミはですね、北米市場が強かったんですね。子供の頃からアメコミに触れてるっていうアメリカ人がアメコミの半剣ものに興味津々ってことですね。なるほどと。じゃあそっち側に舵切ってみるかということになりました。じゃあ詳しいですかって言いますと、アメコミには詳しくなかったです、実は僕らは。でもコナミの X-Men が爆発的にアメリカで売れたんですよ。それを見て確信に変わるわけですよ。これはアメコミタイトル作らなかったと。でコナミの X-Men を僕らは僕らなりに研究しました。なるほどねと思いましたと。一つアメコミっていうものがアメリカ人に浸透してるんだっていうことが理解できました。じゃあ X-Men 詳しかったんですかっていうとですね、実はそんなに詳しくないんですね。シェイキはこう言ってくれました。この X-Men 版権が10年古いです。つまり X-Men っていう版権を使ってるんだけど、版権のベースになってるのが10年前の X-Men ですねと。それじゃダメじゃないですかと。今の人たちは最新のものを求めてますよみたいな話をされるわけですよ。おや？詳しいのかって話になる。めちゃめちゃ詳しいんですよ。めちゃめちゃです。アメコミをとりあえずひたすら買ってるやつなんですよ。とことんか。アメリカから輸入してずーっとアメコミ買ってるんです。それが段ボールの中に入っていくんですけど、家に置けないんですよ。自宅に。で、オフィスに置かせてくれっていう話になる。オフィスに置かせれないと、彼は働けない、モチベーションが上がらない。ちょっとおかしいですからねあいつは。で彼には働いてほしかったし、彼の持ってる感性は僕らはすごく信じてたのもあって、じゃあ使ってくださいっていうことで、カプコンのビル内に彼の部屋がありましたからね。平社員ですよ。で何十箱もあるんですよ。段ボールの中には全部アメコミが入ってるんです。その本をずっと読んでるんで、アメコミに精通しきってるんですね。僕は幅が狭いんでみたいなこと言ってましたけど、何がどう狭いのか、何がどう深いのか、俺には分からない、分からなかったんですけど、当時は。今も分かってないんだけど、 X-Men に関しても語る語る、こうだーだこうだーだこうだーだ語るわけですよ。じゃあやってみましょうって話になって、西谷明、何度も話に出てくると思うんですけど、ストリートファイター2のメインのプランナー、彼に X-Men をやってもらおうということになりました。シェイキがどんな仕事をしてたんだっていうとですね、アドバイザーですかね。講習会を開いてました。まず社員を集めて、X-Men とはって語ってるわけですよ。ウルバリンとはとかってこう語ってるわけですよ。で、シェイキは感じたわけですよ。これは拉致があかんと。これでは進まへん。ええもんでけへんって気づいたわけですよ。結果何をしたかって言ったらですね、やつは勝手に自分の職種を変えたんです。デザイナーとしてカプコンに採用され、デザイナーとして X-Men チームにアサインされてたのに、彼はアメコミ伝道師に勝手にジョブチェーンしたんですよ。破天荒すぎませんか。そんな社員いないです、普通は。だけど彼は勝手にジョブチェンジしたんです。何を始めたかって言ったら、たくさんあるアメコミの中で、これを読んでもらったらこのキャラクターのこんなところを君は好きになってくれるはずだ、このキャラクターがどういう生い立ちだか分かるはずだみたいなのをピックアップしてですね、毎週一冊ずつ翻訳するんですよ。翻訳して製本して社内で勝手に配るんです、みんなに。でみんなそれ読むわけですよ。これがねおもろい。でそこにこう注釈もつきつつ、セリフも全部こうピロピロの紙に折って貼っつけてくれて、すごいんですよ。その翻訳能力がすごい。まあもともと英文学科出てるのもありますけど、日本語もすごくて英語もすごいんです。そいつがさらにアメコミに精通しているっていう状況の中から作ってる、特に大好きな X-Men に対して惚れ込んで翻訳してるんで、
すごいです。読み応えもあります。分かりやすいです。でその本の中ではない情報も加味して訳してくれるからすごくいいです。僕らはその史役のおかげもあってアメコミのキャラクター一人一人の特徴をつかんでました。ウルヴァリンなんて野生味あふれる動きから格好最高の出来だって言われてるんですね。そうですね、あれもかっこよかったですよね。こんなウルヴァリンを描いてくれるあなたたちにアメコミを描いてほしいってコメントがアメリカの中でこう言われるようになるぐらいウルヴァリンかっこよかった。このキャラクターの持ってる本当の意味を理解してるって言ってもらえるんですよ。まあ、そう言ってもらえるのはその次の代からなんですけどね。 X-Men vs ストリートファイターとかマーベルスーパーヒーローズ vs ストリートファイターみたいなシリーズができてから大ブレイクするんですけど、マーベルが言ったのはお前らに任すって言ったんですよ。それまで絵の監修とかすごいこと言われたんですよ。それはこんな動きはしないとかああだこうだ。最初なんて言われたと思います？キャプテンアメリカの盾は全ての攻撃を防御できるんですよ。でシルバーサーファーの攻撃は惑星を一つ一撃で壊せるって。いやそれゲームにならんのよね一撃で惑星壊されてもどんな攻撃もガードされても多少のダメージも受けないとさみたいなところもあって、そこはねこうだいぶいろいろ言いました。で結果を見てくれてお前らに任して間違いはない、だからほとんど監修しないでいいって言ってくれたんです。お前らに任した方がいいゲームになる。結局アメコミに精通してるかしてないかのが大事だったんですね。でその精通してない人たち、カプコンのスタッフのことですよ、人たちを全員精通してる人に変えたのがシェイキーの仕事です。ちょっとすごくないですかワクワクしませんか？たった一人の社員が誰の許可も得ず勝手にジョブチェンジして開発スタッフをアメコミファンに変えて、それによってその後のヒット作がずっと続いていく。そのスタッフたちにこんな動きをさせたらええねんって理解させてるシェイキーの布教活動みたいなものが功を奏したと僕は思ってます。というわけで、今日は、シェイキー焼き友の紹介をさせてもらって、僕ちょっとシェイキーのこと好きすぎて、あの話がシェイキー神様みたいになってますけど、今でもシェイキーとはその僕はこの関係があって、これお願いできる、あれお願いできるみたいなことをよくあのお願いしてます。彼の知識量っていうのもすごくて、歩くウィキペディアぐらいに信じてるんですよ。何聞いても即答してきてるんですけど、それは僕が興味あることが史役が詳しいだけだっていう話もあります。ただ僕が聞くと必ず即答してくれる。僕が興味があって苦手なところをもうちょっと深掘りしたいことを聞くと、それちゃんと答えてくれるっていうところが僕は史役のいいところだと思ってて、史役役と思っている男がカプコンにいて、カプコンがアメコミの版権を作り続けた時代があって、その時にそれの大部分に貢献してくれた男が史役役と思ったと思ってください。あまり表に名前の出ない男、史役役と思っている男がすごい実は縁の下で頑張ってたんだってことを皆さんにちょっとお知らせしたくて今日の動画を撮ってみました。これで第2弾が終わりになります。じゃあ今日はここまでです。バイバイ。